乃木坂46の山下瑞月が5日、自身のインスタグラムを更新。金髪姿を披露し、反響を呼んでいる。山下瑞月、金髪姿披露俳優の福士蒼太が主演を務めるテレビ東京系ドラマ8、弁護士ソドム、毎週金曜夜8時、2、主人公、小田切章、福士、の仲間で変装が得意な元結婚詐欺師、三木天音役,役として出演している山下。 ある、今回、弁護士ソドム第2話今夜8時から放送です。と予告し、金髪派手派手な回です。とかつらをかぶっていると思われる自身の金髪姿を披露した。山下美月の金髪姿に反響山下の金髪姿を見たファンからは、びっくり、かわいい、あまねちゃん毎回個性が強くて好き、舞は水木のいろんな姿見れて最高、放送楽しみ、など多くの反響が寄せられている。